が終わったところなのでメイクをしていきます。スキンケアからメイクは5分ぐらい空けた方がいいみたい。スキンケアした後すぐのメイクしちゃうと化粧崩れの原因になるので、ちゃんと化粧水とかスキンケアを定着させてからやる方がって聞きましたよ。でもほんと今ねちょっと、寝起きじゃないんですけど、実質寝起きみたいな感じ。一応むくみ取りのためにゴムはかけてます。まずリップ保湿していきます。ラネージュのやつずっと使ってるけど全然減らない。アリーのやつ、やっぱ日焼け止めは360度、どんな春でも夏でも秋でも冬でも360度絶対に塗らなきゃいけない。360度毎日欠かさず日焼け止めは塗ってます。これさもうないの。ちょっと昨日の夜美容院行ってきたばっかりで髪の毛が綺麗なんだ。日焼け止めは丁寧に塗ってあげましょうね。特に、まあ、夏よりかは冬は紫外線弱いから SPF 度合いが低めのものを使うのをおすすめします。なるべく肌に負担かけないようにね。そのついでに首にも塗っちゃいます。ファンデーションちょっと変えました。気分でクッションでも出しました。ジョンセンムルの新作、これめっちゃいい。これはセミマットなんだけど、かなりマット、私セミマットが好きなんで愛用してるけどいい。でも久しぶりにクッション使うから使い方が分かんなくてさ、なんか上手に塗れてるのかな、難しい。クッションなんか化粧してると喋れない特にねベースは丁寧にやった方がいいから。クッションはコロナでマスクするようになってマスクの肌にも強いみたいなものらしいです。やっぱ私スポンジが合ってるのか、スポンジなんかはるかにやりやすい。なんかこのファンデーションのいいところはかなりねハイカバーなのと、冬はほぼパウダーがいらないところです。次回叩いてなじませてあげる。クッションファンデこれまだ使い始めて確か1個ぐらいだけど使い方難しい。特にこのチークの発色を良くさせるためにこの頬周りはチンと塗ってあげるのが良いです。コンシーラーしますか。コンシーラールナのやつ、でもほぼコンシーラー隠さなくてもかなりハイカバーだからいいんだけどね。ちょってパウダーをします。パウダーはいつもと変わらないです。年中無休でこのイニスフリー、これね本当ねお直ししなくていいのと、肌が本当サラサラになる、赤ちゃんみたいな大きい肌になる。なんかお気に入り。あとチークがマスクで擦れて落ちないよね。ここのほっぺも全体的にもう超薄い、なんか膜みたいな、膜みたいな。で終わり。眉毛、嘘、ハイライトしよう。眉毛がない。グリントのやつ、これね韓国で今流行ってる。なんかねグリントっていうのはグリッター、あのブランド名通りキラキラの取り扱ってるお店らしくて、例えば最近出たやつで、これあの韓国の YouTuber さん結構持ってたので使いました。韓国のリビアングに売ってて、ハイライター0104番と01番が結構人気の色らしくて、で04番はちょっとブルベぽかったんで01にしました。なんか無難に使える、何でも合いやすいのが01番って書いてあったから。なんかハイライトってどこに塗るのが正解なんだろう。え、待って、やば、思ったより時間ない。ペリペラの眉毛アイブロウ03番ブラウンでーす。やっぱこうやってなんか1本でブラシとペンシルがついてるタイプはお気に入り。今日は私眉毛描くのが苦手。じゃあ次チーク塗ります。チークはデイジークのニットコレクションのやつで04番、この薄い色をベースに塗ります。
この濃い色を中心だけポンポンって、私はチークを広範囲に塗ります。かなりイエベ肌なのでね。ほんなら01番をイエベバージョン、イエベさんとイエベス、イエベさんす、んイエベ、まあいいや言いたかったのは、イエベさん専用、イエベと2色あって、イエベとブルベカラーみたいな、ウォームって書いてあったから、パーソナルカラーとかは分かるんだけど、肌タイプだけど、ね、ちょっと地味に分かんなくて、もちろん姿勢肌、普通肌、混合肌みたいなのあるけど、その中でもなんかちょっと振り分けられるじゃん。それが分かんないか。それなら何だろう、 BA さんに見てもらうべきなのかな。うん、わかった。次はアイシャドウです。やっとメイン、ベイジークのニットコレクション、これめちゃくちゃ可愛い、本当に可愛いよね。15番ベイジニット、この色を塗ります。全体的に塗れたら、下の部分この濃い色を二重肌に塗ります。なんかね、最近の韓国の化粧品とか韓国アイドルとかインスタグラマーとか見てると、みんな全体的にアイシャドウの色とか薄め、薄いけど薄い色をグラデーションで重ねるみたいな。だからなんか持ってないようで持ってるみたいなメイクをしてる人が多いイメージ。そう、全体的になんか売ってるものもナチュラル思考になってきてるのかな。基本なんかあんまりちゃんと発色、ちゃんとってかガッて発色しない化粧品が多いイメージ。影はカキーのビアの涙袋、これはもう天才だと思う、これ天才商品だと思う、いつもストックしてます。なんか最近 TikTok でなんかメイク、歌に合わせてメイクするみたいな、みんなやってて、あれやりたいけど、いや難しそう、絶対難しい。あれベイジークのパレットのうっちゃん濃い色をで、アンダーラインを引きます。え、カーチ、画面では濃く映ってるけどそんな濃くないんだよね実際。チーム引きます。ベイジークのこの一番明るい色、この白ちょんちょんちょんって取って涙袋を塗ります。ぷくってしたでしょ。でこのグリッター、大粒グリッターを眉毛の下のみに、眉毛の下にちょん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 ってほんのちょっとだけのせるだけ。アイメイクは終わりです。アイライン、ラブライナー、アイラインもね、またね、描くの苦手なんです。アイラインだけは大きい鏡で見ます。まあ本当にちょっと延長線上にいくって感じです。でちょっとさっきアンダーライン引いた濃いブラウンでちょっとぼかします。もう失敗してもこうやってぼかせばなんとかなる。よし、ぼかしてあげると優しい目に見えます。きつくないっていうか統一感が出るよね。大変やん。マスカラして終わりです。スカーミルクタッチの、もうマツパーがね取れてきて大変な状況で、最悪、最悪すぎる。せっかくメイクしたのに下まぶたについたし、
とごめんなさい、今日急ぐ用事があって。うん、またで、あとはリピップはこのミュードの06番ムーブモアです。ん？モーブモアだった。頭をやります。待って、家出る時間まであと1時間しかない。リップがツヤツヤで可愛いでしょ。もうね、昨日の美容院のちょっと巻きが残ってるのでやっちゃうか。サラサラになったんだよ。さっきピンで留めてた癖が出てて、全体的に濡らします。特に私のメイクは難しいことはしていません。いい感じに内巻きが残ってるから、これはこのまま生かしていこうか。え、でもすごくない？なんかちょっと髪の毛結んだりしたのにこのままキープされてるって、髪の毛の扱いが楽になった。できた。ちょっとオイルつけようかな、シマの。ちょっとだけ、これいい匂いなんだよ。私ほんとは前髪にオイルとかスプレーとかつけるの苦手なんだけど、ちょっと今回は毛先にね、美容院でなんかついてるから、前髪だけ。はい、お洋服も着替えて準備しました。今日はちょっとドレッシーな感じで、この後ねお仕事があるので、その準備でした今日は。じゃあ行ってきまーす。